転生王子が原作知識で世界最強が終わった話をします。面白かったのに悲しいなぁ。クソは続くのに良作は終わるのがクソなろうの悲哀を感じますね。でもまあ面白かったですが、思い返すと結構問題点もあったので、また勝手に反省会を開き、次のクソなろうに備えていきましょうね。だから大きなお世話だって言ってんだろ、殺すぞ。本作は2022年9月に第1巻が出て、2023年9月に第4巻で完結であるので、連載期間は1年ですね。レーベルは月刊少年マガジンコミックス扱いになっているので、月刊誌ベースで1年終了となると実質的には打ち切り扱いですかね。まあ全31話なので、またちょっとややこしい感じではあるのですが、終盤の超高速畳&伏線ぶん投げインドから察するに打ち切り枠で正しいとは思います。一番の問題はやっぱり漫画家のギャグとエッチの過剰転化ですかね。それが個性ではあったわけですが、過剰すぎて食あたりを起こしていましたしね。これについてお話をするために先に中身を見ていきましょうか。では裏筋から、クソゲー、ディスティニースレイヤー。をリアルタイムアタックするほどに大好きな主人公は、今日も10時間近くをかけて乾燥をし、そのまま疲れて眠ってしまったところ、ベッドから落ちて頭を打って死亡して、このクソゲーの世界に転生をしてしまいました。このゲームはクソゲーではあるが、キャラだけは作り込まれていて、しかしながらそのキャラは、ほとんどが仲間にならなかったのだ。彼としてはクソ雑魚である序盤の悪役の金髪の、お月であるメイドが大好きだったのだが、当然彼女は仲間にならなかったのだ。しかもシナリオ内で確定で死亡するという不遇具合で開発に抗議文すら送っていたのだ。彼女を助けたくて RTA 技を研究し、壁抜けバグなどを駆使しても、結局は彼女は死んでしまうのだった。そんな悔しい思いをしていた彼であったが、この度、なんとそのお月の女の子の主人、つまり金髪のクソ雑魚に転生をし、5年後に処刑される運命が確定してしまったのだ。でも推しの女の子が生きて目の前にいるからよし、中身が別人と化した金髪の言動や行動が今までとは異なっていることに不信感を持たれたが、ゲーム内のやられ役キザナルシスと野郎である金髪の真似をしてやり過ごしたぞ。しかしながらキザムーブついでに今日は一緒に寝るかと尋ねると了承されてしまい、その晩、寝ている彼女のお乳首様を目撃するなどしてしまったのだ。というわけで朝起きると布団が鼻血まみれでした。これには特に言及されることはなく、自分の推しが作ってくれた朝食を喜びながらむさぼり食うぞ。だがなぜか自分の兄であり、また自分と同様に小物である第三王子がしれっと同席をしており、彼は日課である弟いじめをするために部屋に侵入してきたというのだ。彼は弟いじめに命を懸けており、室内で炎魔法をぶっ破するぞ。この炎は水魔法か土魔法でしか、消すことができない特殊な炎魔法なのだ。クソ雑魚金髪ではそんな簡単な魔法も使えまい。その後彼は窓から飛び降りて足をぶ切っていました。彼はセルフ制裁をされたわけだが、実際問題このままでは消化する手段がなく、自分の住まいが全焼してしまうこと受け合いなので、なんとか消化する方法を探すぞ。この世界は自分がプレイしていたクソゲー。ならば、まずは料理をします。完成した後3フレーム以内に部屋の外に出ます。すると室内の火が消えます。それと新情報として魔法を反射できるようです。先ほど彼が行ったのはエリア内の炎エフェクトを消すバグであるのだ。彼は RTA ガチ勢なので、このゲームの裏技、バグ技は詳細に把握をしているのだ。この世界はゲーム内の法則がそのまま適用されているらしく、バグ技も再現されるようだったぞ。この世界での己の強みを確信した彼は、自信満々の表情を浮かべるが、お月的には彼が自信満々であるとか別人にしか見えないので、疑いの目を向けてくるぞ。そしてそのまま自分のスカートをスルスルたくし上げるぞ。よってパンツが丸見えになりました。その横のナイフも丸見えになりました。彼女は金髪が別人であると判断して真剣な顔で刃物を突きつけてきたのだ。命の危機となった彼だったが、しかし、ゲーム内ではデレデレパターンしか見られなかった。彼女の新たな一面にドキドキしてしまうのだった。というところで第1話が終わりですね。いいですね、バグが適用されるクソゲーの世界で、
クソ雑魚能力しか持たない自分が、そのクソ雑魚部分をバグ能力で補うというのは、デメリット部分はそのままに工夫と知識で、困難を打開していく展開に自然とつながりますね。これはちゃんとやれば長期連載にもなれそうです。終わったんだよな。じゃあまあ反省会を始めましょうか。ベース自体は普通にいいと思います。クソ雑魚に転生をしたのでクソ雑魚のまま、バグを活用して生き抜くというのは、例えば無職のまま死んだら異世界でチート能力を得て、弱点が一切なくなって女の子も寄ってきてアヘアヘ奴隷ケモミミハーレム開催とかいう、面白みもクソもないアホみたいな話になることを設定レベルから回避できていますからね。バグ自体も火を消すためにいきなり料理を始めるなど、絵面のシュールさもあって、かなり楽しく見れますね。骨組みだけだと薄味になりそうでも、そこは漫画家の努力によって、ギャグとエロが添加されて話自体に波が生まれていますしね。じゃあ何が問題なのかというと、その波が強すぎることですね。ただの波なら癒し、津波なら災害となるように、何事にも程度というものが必要なわけで、本作では明らかにこれが過剰すぎましたね。一応は演出の過剰さを話の流れに組み込むことで、マシにはしていたのですがね。スカートの中のナイフを抜くためにスカートを託し上げるというね。ただやっぱりそれでも過剰ですね。なんかいきなり顔をあからめたお月がゆっくりスカートを託し上げて、がっつりパンツを見せつける時間を作ってからナイフを抜くというのは、流れの面では不自然ですね。すぐにナイフを抜くべき場面なのになぜかパンツを見せるための動きをしているということですね。こういったわざとらしい過剰な演出が入ったことで話のチンポが殺されてしまっており、結果読みにくい作品となってしまったというのが本作の一番の問題ではないかと思いますね。実はこういう作品って割と多くて、例えば絵がど下手くそであることで有名な、異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術の漫画版の初期とかにもあったんですよね。まあ私はそのど下手くそな漫画を購読しているわけなのですが。で、その漫画の初期って、なんか主人公が妄想の中でヒロインにコスプレをさせた小芝居を何度もさせていて、結果としてその間8ページ近く話の進行が止まるってことがあったんですよね。多分漫画家がぶっ込んだのでしょうけれども、これがある段階で超長尺で妄想をしてから、一切なくなったんですよね。漫画家の方が読者の不評感に気がついたのか編集に言われたのか、そこは不明ですが、とにかくある段階で変な過剰脱線がなくなって読みやすくなったんですね。ちなみに私はない方が好きなので今の形がいいですね。相変わらずど下手くそではあるけど、このように、過剰な演出というのはハマれば強いですが、ほとんどの場合は制作者側、今で言うと漫画家側ですが、これによる過剰な自己主張でしかないんですよね。ギャグセンス自体は嫌いではないんですよ。夜に寝ている相手のお乳首様が見えたり、朝にベッドが鼻血まみれになっていたり、またそれに過剰なツッコミがなく普通に流れたり、そういう自然なギャグセンス自体はかなりのものが垣間見えるわけですしね。しかしながら、スカート託し上げパンツのように、なぜかエロをするためにエロをしている時だけは、くっそわざとらしくなるんですよね。この漫画か。慣れていないのか、意図的にやりすぎているのか、そしてこの問題は最終回までずっとそのままなんですよね。誰も突っ込まないギャグのシュールさは、普通にいいのに、わざとらしいエロが純粋にやりすぎて邪魔になってしまっているという、このあたりが濃すぎたために読者が疲れたのかなと。高級ステーキはたまに食べるからうまいわけで、毎日それだとさすがに勘弁してくれ、となるように、ギャグやエロも全てが同じ強度で出されるよりも、強弱や程度や頻度や尺を考えて出してほしいということですね。でもまあそれを差し引いたとしても、全体的にはいい出来で面白かったですけどね。いかんせんマガジン系列はクソなローの工作が、引くほど強すぎるせいで他のところよりも良作が埋もれて打ち切りになりやすいという体質があり、これによる効果が一番の打ち切りの問題である気がしますね。濃さをある程度調整すれば、他のところならばもうちょっと続いたんじゃないかなとは思いますね。普通に残念です。総評ですが、カルピスは原液で飲むより水で割ったものを飲みたいよね。ですね。誰も突っ込まないシュールギャグの連打は別としてもエロがわざとらしすぎてしんどいです。途中で修正ができれば、
とは思っても最初の段階である程度濃さによるマイナスイメージが、読者に刷り込まれてしまっていると、改善をしても手遅れになっている場合が多そうです。それと原作者ですが、他に複数本提供をしていて現在も連載中ではあるのですが、残念ながらそっちの方は普通にクソです。そもそも、ネクストライフ、の人ですからね。なんだかんだでほぼ無味だったクソを漫画家が味付けをして見れるようにしていたという事実は、しっかりと頭に留めておき、漫画家さんの次回作をスカート託し上げ待機をしましょうね。最後に絵ですが、女の子が普通に可愛くていいですね。直球に言うと、パイパイがとっても柔らかそうです。ミルクが詰まった、袋なんだ。それでは今回反省会を開きました作品。転生王子が原作知識で世界最強。面白い漫画が打ち切られるクソな老界隈はやっぱり良作勢には辛いところさんですね。以上です。ほな、また。